やっほー。ちょっと待って。お昼ご飯何がいいか決めて。卵スープ。卵スープ簡単だから卵スープ食べましょう。待って、ひなもおる。こんにちは。すごっ、めっちゃおる。なんか6機おるくない？何人か。ちょっと待ってください。はい、今日はね、朝8時ぐらいに起きて宿題をね進めようと思ったんですけど、目が覚めたの9時過ぎでも、ベッドでゴロゴロしちゃったからね。実際起きたの10時っていう。計画性じゃない、計画立ててたのに。腕にゴム。いつでも髪を結べるように常備。そう、たまに髪の毛ほどいてまた髪結ぼうと思ったらプチってなんかちぎれる時あるから、それをね、それが起きても大丈夫なように、大丈夫なように常に2、3個持ってますよ。よいしょ。楽だよね、ポニーテール。すっごい。今日はストイックなスケジュール立ててたね、だって。そう、立ててたけど、もう今の時点で全然こなせてないからね。どうしよう。ショールーム終わって、お昼ご飯食べて、で、ちょっと踊って、でも、お昼ご飯食べたら多分眠くなるから、2時間ぐらい寝ると思うよ。そう、寝るから。昨日も今日10時間ぐらい寝たから、10時間も寝てないか。9時、8、9時間ぐらい寝た。そう、お昼寝はスケジュール通りだよ。ちゃんと。大事だからね。そう、みんな、毎日お昼寝をとった方がいいと思う。お昼寝は本当に大事。いや、お昼寝？そう。だって寝るだけでさ、幸せになれるじゃん。夢の中でいいこと起きるかもしれないし。でもなんか一回見た夢って、もう二回目ないみたいな。でもたまに、この間もだったけど、なんか初めて行く場所なのにすっごい見覚えがあって、なんだろうって思ったら夢で出てきた。なんか夢でみんながいた場所と本当にそっくりで、え、どういうこと？みたいな。本当にやばい、すっげーって感じ。同じ夢3回見たことあるって。え、同じ夢3回はすごい。同じ夢3回。あ、でもなんか体調悪くなったりした時にすっごい怖い夢見る。怖い夢っていうか、なんかよくわかんないけど、丸がたくさん出てくる夢。なんかで、なんか変な部屋みたいなところに入ってて、で、出る時にすっごい出口が遠くなってて、なんか怖い。そう、本当に怖いから。怖いの嫌いだからね。ああ、腕が痛い。そう、体調と夢つながることありますよね。なんか昨日も黒い服着てた気がする。黒い服多くない？って思う、自分で。何色の服が多いんだろう。黒か、黒か白。
そう来てましたよね。なんか変なの出てる、ここよいしょ。そう、うちは T シャツ、うん、うちは T シャツは黒が多いかも。だって恐るじゃん、恐るじゃん、恐るない。多分みんなも黒が多い、黒と黒と白、めっちゃシンプル。なんか一番ズボンとかに合わせやすいから、黒と白が。そう、坂本里乃さんと写真撮ったら姉妹にしか見えないだって。え、姉妹にしか見えないの？やったね、やったね、やったねか分かんない。やった、嬉しい。そう、みんな里乃さん大好きだから。やーい、そう、本当にね、優しいからね、里乃さんが。里乃さん優しいから、里乃さん好き。普段はスカートズボンどっちが多いの？多分ズボン、圧倒的にズボン。スカートはあんまり持ってない。スカートは多分本当に少ない。なんかズボンの方がね多いよ。リノさんに好きって言ってる、だって。え、言ってない、言ってないの。いや、って言えないもん、恥ずかしくて言えないから、言えない。でもね、こないだね、あのね、ご飯に一緒に行ってくださった時に、ミナとかユーナとかでね、で行った時にね、ユーナがね、めっちゃリノさんとがおる前でいろいろ言うから、やめてって、言わないで、恥ずかしいからって思うの。でもね、前メールに書いたんだよ、リノさんのこと、大好きな先輩って。知ってますか、ミナのメール見てますか、見てますか。でも見てる、ちゃんと。そう、見た？言ってるの。でもね、本当にね、この間ね、ゆうなが、川島ゆうなちゃんがりのさんね、いるところでね、みながゆうなにいつもね、なんか言ってることをね、言うからね、すっごいね、お恥ずかしいって思うの。お恥ずかしいって。だってさ、本人の前でさ言えないのにさ、他のなんか恥ずかしいから。なんかもう無理、話せない、恥ずかしい、やめとこう。ちょっとでも伝わったか分かんないよ。伝わったってなんか告白みたいじゃん。え、伝わってるの？伝わったのかな？え、知られてるんですか？え、ちょっと待って、え、知られてるの？ゆなさんが昨日ショールームで話してた？え、話してたの？え、マジで？本当に？やん。え、ちょっと待って、無理、恥ずかしい。え、ちょっと待って、ちょっとやめとこう、お話ししないとこう。あ、本日のさんじゃないよ、もうこの話は終わりね。
あー、待って。ちょっと待って、本当に。いやー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってしか出ない。ちょっと待ってしか出ないからね、本当に。よろしくないな。でもね、お話、ね、したいけどね、お話できないの。この間の夏祭りのね、時に浴衣で一緒に写真をね、ちょっとね、スマホの中に収めたかったんだけど、自分から行けないから。そう、自分から行けないからね。だから次会った時は、次会った時は見ながら行って、スマホに写真を収めたいの。頑張る。初訪問の方がいらっしゃる、たくさん。こんにちは。でもね、ゆうな、川島ゆうなちゃんは、結構いける人だから、いいなって思います。自分から行けないから、あんまり、なんか、行きたいけど、あと5歩ぐらいのところで止まって U ターンしちゃう。ちょっと弟たちが喧嘩してますね。怖い怖い。そう。だから、でも、一緒にね、ついてきてったら、しょうがないなーみたいな感じで、ついてきてくれるけど、みんながいけないから、ちょっと難しいかなーって思います。でも多分今言うの見てないでしょ？だって Wi-Fi がなんか繋がらないって言ってたもん。だからショールームできんみたいな。だからいろいろ言うのの話ができるんだよ。いやー。なんか聞きたいお話ありますか？ね、めくしゃみでそう。危ない。今使ってるアイシャドウ知りたいだって。アイシャドウ何使ってるんだろう。ロマンドさんの何番だっけ、何番か、なんかピンクとオレンジが入ってるやつと、あとこの4色のベージュの何番か、友達にもらったやつをなんかこうやって使ってます。難しいからね、本当に。オンラインお話し会では何話そうか迷っています。だってみんなも考えてるんだよ。とりあえずね、もう来てくださった方の名前をね、全員覚えたいなーって思ってて、で、名前を覚えたらね、いい感じだから、名前覚えて、で、好きな食べ物の話したい。トマト好きな人、方いたらね、たくさんお話したいから。そう。お手柔らかにだって。お手柔らかにって何かわからない。ちょっとググりたい。
そう、直接のねお話し会がなんか中学生と小学生がまだ行けないから、早く行きたいけどね、早くねみんなも直接会いたいけど会えないから悲しいよ。 HKT 入ってからメイク始めた。そうです、もうそれまでは本当にメイクとか知らないから、メイク知らないっていうか、なんかいてメイクは知ってるけど、なんかメイクする、朝早く起きてメイクするんだったらその時間寝てたい人だったからしてないんです。で HKT 入ってっていうかメイクでも感覚、なんかメイク別に得意ってわけでもないからね、なんかこれ光のおかげ、多分このこっちからもこっちからも光来てるからね、あ前からも、前と上とここ窓、うん、今回のオンライン撮ってなければ覚えてもらえないのかな。いや全然全然、もう全員でも意外とそう、小学校の時は頭がいい方だったかな、頭がいい方っていうか、お記憶力はその大事なものを覚える人だから全然もうみんな覚えちゃう、覚えて2回目会った時に、ああまるまるさんですよねっていうの、加入前は劇場公演には行ってたんですか。そう、あのねパパにね、劇場公演見に行きたいって言っても、その小学生だったからさすがに一人では行けないじゃん、なんかお家からも時間かかる、うん、しその歩いて行ける距離じゃないか、だしなんか一人で入室して一人で退室して、なんかそう、それができるのって言われたけど、えできないみたいな、そうパパ仕事あるから、その6時半とかノー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 、そんなね一人で行けるようなねちゃんとした子供じゃなかったから。でも今はちゃんとしてる、スマホがあるし、スマホと早掛けがあれば大体どこでも行ける。あとお水もね、ペットボトル持ってたら行ける。そうだよ、グッズとかはね、あのパパが全部買ってきてくれてて、そう小6の夏休みぐらいにスマホもらったから、それまでスマホとか持ってないから、あのあれなんですよ、言えないじゃん、なんかグッズ出たのもあんま知らないし、だけどそれはパパが先に決めといて買って、なんか買ってくれてて、お誕生日プレゼントとかで一気にバーンってくれるんですよ。そうだから、この間入る直前までもらってました、グッズ買ってくれた。で待って、ハンちゃんがかわいい、やばい、どうしよう、かわいすぎて無理、もうかわいい、本当に可愛い、もう本当に可愛いんですよ。なんかメッセージ送っても返信が本当可愛くて、なんかありがとうキラキラみたいな、やばくないですか。ちょっとね、惚れちゃう、もうキュンキュンみたいな。そう、絵文字がね、なんか小学生組が結構絵文字をね使うタイプで、でなんか絵文字をこうわざわざその文字を打つ欄から絵文字のところに移ってこう押してるって考えたら本当に可愛いじゃないですか。でなんか返信が可愛いから、みんなもちょっと絵文字使って小学生に混じりたいなと思って、ちょっと最近絵文字を極めてます。あのね、今ね心からね
私の話もしてよって来たからね、心のねお話しするね。ちゃんと見てる？これで見てなかったらどうしよう。もう激おこ案件。あのね、心はね、この間までね、みんな心ちゃんって呼んでたのね。で、心ちゃんって呼んでたメールに心ちゃんって書いたら、それのスクショが送られてきて、あの心って呼んでよって言って、だから心って呼んでます。でも学校のお友達にも心っているからね、心2になっちゃうの。そんなことはまだ言えないけど、あ、待って、見てるのか、やべ、嘘だよ、心が初めての心だよ。一心はね、ちゃんと立場の心だからね、安心して。一心だからね、喜んでね。そうでね、もうね、めっちゃね、レッスン着がほんと毎回似てて、あの何、パジャマみたいなズボン、灰色のは、ん、灰色に、それが本当に似てて、それの上が白か黒なんですよ、いつも。しかもなんかこの T シャツ白のね、ここになんかちょっとかっこいいね、これシュッて書いたね、文字がね、すっごい似てて、ここになんかマークが入ってて、その T シャツもすっごい似てるし、ちょっと運命共同体かと、あ、運命共同体かと思った、思いかけた、思った。そうそう、双子、本当にね、双子説が浮上してて、ヤバタに面白い。あ、なんか事務所で会った時に、同じじゃんって言って、そう、同じじゃんって言って、よいしょ、で二人で騒いでる、あ、同じ同じって、おそろじゃんって。そう、仲良し仲良し、なんか今度ね遊び行こうねとかお話ししてる。私服はね、私服ってどんなのだっけ、なんか事務所にあんまり私服で行かない。私服どんなんだろうね。でもなんかそのロッキーで流行ってるっていうか、ここのこの下のズボンと上の服の色の組み合わせが結構何通りしかなくて、そう、下が灰色だ、灰色のなんかパジャマみたいなズボンだったらね、あれなんですよ、それ、そうなんです。ねえ、はんちゃんがかわいい、何言ってほしいの、お話、そう、みんなで遊び行こう、もうロッキーでね、みんなでね、なんか遊びに行きたいねってお話してる、何人かと、何人かと。だからそう、もうみんなでね旅行に行きたいの、なんか海とか遊園地とか行きたい。お金はやっぱ最年長のななかちゃんにお願いしますってみんなでおねだりして買ってもらうチケット。そう、夏プールね、海も好きだけど、海ってなんかクラゲとかサメとかお魚がいて、足食べられそうで怖いから行けない。いけないよ、プール。でもプールもなんかさ、あの排水口に、ちょっと待ってね、クコハちょっとフェジのクコハが、そう、排水口に座れて、なんか背中になんか腸が出てきたとかっていうニュースを、ニュースっていうかそういうのを見ちゃったから、プールも怖い、もう全部怖い。一番いいのはおうちプール、あの空気入れたらできるやつが一番いいよね。うん、怪我しましたって。そうでしょ、怪我しちゃうからダメなの、ダメっていうか危ないから、もうダメ。なんかさ、売ってるじゃん、あのスーパーとかにビニールプールっていうのかな、今お家のね、お家にも出てるんだけど、
なんか大きいさこうポールかなんか立ててやるこのプールとかもあるじゃん。それこの間パパが買ってて、ママがなんかまた買ったのって言ってた。学校のプールは、学校のプールも排水口あるし、なんか虫浮いてるし、もう怖い怖いからね。で一番はビニールプール、なんかクジラの形して尻尾のところからシャワーがジャーみたいな出てくるやつが一番いいと思う。サイズ的にも大きすぎないからさ、場所あれだし、うん最高いいでしょ。なんか前髪が割れてるな。ちょっと待って、よいしょ。そうだよ、宿題進んでますか。ああ宿題は、うーん進んでる、住んでない、住んでなくもないけど多分間に合わない、始業式までに。だってもう1ヶ月ないし、夏休み自体はなんか1ヶ月近くあるのにもう今ないし、なんかそうお話し会あるからさ、なんか北条屋とかもあるじゃん、北条屋、北条屋とかあるからなんか行きたいなって思うから、お祭りあったら行きたいけど、宿題終わってなかったら多分宿題しなさいってママに怒られちゃうからいけないしね。誰かやってくれないのかな。みんなと字が似てる。あ、法事は9月だって。富士の国派から怒られちゃった。危ねえ、怒られちゃった。ちなみになんか待って、宿題をね、モガネには見てもらわないよ。なんかね、ななかちゃんはお姉ちゃんって感じなの。宿題はやってもらわないよ。だってお姉ちゃんは宿題やってって言ったら怒られそう。あ、怖い。怖いでしょ。今からあショールームやりながら宿題やって分かんないところがあったら皆さんに聞きますね。え、誰ならやってくれそう。誰もやってくれなさそう。あ、そう、この間あのなんかの時レモン出てて、ちょっと時間があったんですよ。なんか準備終わらせてっていうか、その本番までに、そう、終わってたまたま数学の宿題を持っててたからやってたんですよ。それのやってた、いや何ページかやったのところをあの藤野ココハちゃんに丸つけしてもらったんですよ。そうだから丸つけはしなくてよかった、ラッキー。なんか肩痛い、すっごい。リナさんに教えてもらう？リナさん、宿題教えてくださいって。自分からいけないよ。みんな本当にね、自分からいけないの。何事にもっていうか。そう、なんか先輩とかに自分からグイグイ言って何この子と思ったら怖いからああしません、宿題やってくださいって。だって言えるの？言えないよ。みんな大学生って言ってた。大学生ねえ、ちょっと待って、なんかめっちゃ怒られてくる。待って、ココハが通知をね。
え、ココ。そう、ココハ。なんか、そう、違うよ、みなは、いべきさんはいじったんじゃないもん。いじったんじゃなくて、お披露目の時に、なんか、ゆうなとかと何人かでいて、近くにいべきさんがいて、なんか、ゆうなが、その時に、なんか、肉離れ大丈夫ですかみたいな、言ってて、その流れ的になんかみんなでなんか、いぶき先輩って言ったんだよ。そしたらなんかいじってるって。いぶき先輩って。そう、なんか6期生のオーディションをしますっていうのをたまたま見てて、それでなんかいぶきさんが、いぶき先輩って呼んでほしいみたいな言ってて、それでね、肉離れの話してたかな。確か、肉離れだった気がする。なんか大丈夫ですか、その時足をね、怪我していらっしゃったから。それで、ゆうき先輩って、みんなだけじゃないもん、多分何人か、そう、何人かで言ってたの。そう、優しい、みんな先輩方みんな優しいから、めっちゃお話をね、本当に優しいの、優しいよ、しびちゃん。そう、呼び名ね、しびちゃん、みなちゃん。でもみなちゃんってさ、なんか多いから、そのなんていうの、あだ名は多分しびちゃんの方が分かりやすいの、その覚えてもらうためにね。なんか昨日も言った気がするけど、で、仕事、ああもうコメントにも、で、なんかね、うん、そう、もうなんか言いたいこと忘れちゃった。みんな渋い。そう、でもしびちゃんって覚えてもらって、みなちゃんって呼んで、みなちゃんか、みなか、渋いみかんちゃん、渋いみかんちゃんじゃないよ。そうな、渋みな。呼んでね。みなり。ロッキーからなんて呼ばれてるんだろうね。みなちゃんいい。けどなんか、その SNS はね、みなちゃんって方たくさんいるからね、見つけにくいんですよ。だから、多分渋いちゃんの方が見つけれる。今度始めてからで全然大丈夫。アカウントができた時は違う、アカウントができてから、できた時に渋いちゃんの方が多分見やすいと思う。でもそんな、なんかあんま見ないんだよね、名前。違う、語弊があったから、そう。でもシンプルが一番いいからね。何がいいかな、よいしょ、渋、わかんない、考えとこう。しっくりくるの、シンプルがね一番いいから。渋いちゃん、渋いちゃん、こんにちは。そう、
ないかな。渋井ちゃん、渋井さんがみんな以外にいたら教えてくださいね。見つけたら、そのプライベートとかであったら教えてくださいね。そう、先輩方もね、渋井ちゃんって呼んでくださるの。でもなんか渋井ちゃんも嬉しいけど、なんか仲良くなった後にね、みなは本当はみなとかで呼ばれたいから、渋井ちゃんもいいけど、みなも呼ばれたいの、先輩方に。みな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 呼ばれたい、呼ばれたい。そう、渋井ちゃん下目のツインテールやって。ツインテールあんまやんないから、ポニーテール一番する。学校もさ、なんかポニーテールとかじゃなくて、無駄になんか小学校の時はなんかいろんな髪型 OK だったけど、中学校になってね、校則っていうものがねできてしまったから。そう、ポニーテールなんだよ。なんか目に入ったかも。失礼します。そう、渋井ちゃん、そう、みなさんって前いたから、多分渋井ちゃんの方が呼びやすいんですよ。呼びやすいけど、仲良くなった方にはみなって呼ばれたい。みなちゃん、渋井ちゃん、あ、渋いはやめてくださいね。渋いだけの呼び捨てはなんか渋いってなるから。渋い、渋い、渋い。そう、学校の人に渋いって呼ばれるからね。下の名前で呼んでくれる人全然いないもん。渋いか、渋い、みな、渋い。そうですよ、呼んでくださいね。名字はダメ。渋井さんは OK、 渋井さんはいいけど、渋井はダメ。そうだよ、渋井。はなさんが前に渋井ちゃんのこと話してた。え、話してたんですか。やったー。え、話してたの。話してくださってありがとうございますって伝えといてください、花さんに。渋井ちゃんがありがとう、渋井ちゃんがお話ししてくれてありがとうございますって言ってましたって。機会があるときにお伝えください。皆様、なんか偉い人みたい。渋井様、渋井、皆様、なんかご飯屋さんで呼ばれる時みたい。次のお客様、渋井様、渋井様いらっしゃいますかって呼ばれるからね。そしたら、はい、渋井です、こちらの席へどうぞ、ありがとうございます言うからね。最近ご飯行けてないんだよね。でも家族で行きたい。ラーメンを食べに行きたい。そう、そういう時は推しメンの名前にしがちだって。そう、なんかみんなもしてみたかったけどね。そんな何、友達とか一人でご飯屋さん行かないから、家族だから、さすがにさ、無理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 。家族がいるところで書けないよ、渋井以外。でも何時だろう、
もう1時間経っちゃうね。もうちょっとやろう。私福岡には慣れましたか？だって、いや、みなは、私はね、あの福岡には住んでるんですよ、もともと。でも出身が東京で、2、3年東京に住んでて、お正月とか夏休みにその親戚とかは東京だから行ってるみたいな感じです。そうだから10年ぐらいで、多分合計1年ぐらいは東京いんじゃないかな、福岡に住んでる時でも。そのおじいちゃんおばあちゃんにね、会いに、そんなないか、だから3年半ぐらい実質東京にいたのは。だからね、あ、昨日も言ったな、同じこと話しちゃう。自己紹介だと東京育ちに聞こえるからね。え、本当ですか？ちょっと気をつけよう。東京都出身、福岡育ち。東京都出身、福岡育ち。弟一と弟には福岡出身。いや、弟一はギリギリ東京です。でも弟には渋駅唯一の福岡出身。だから弟が自己紹介するときは、福岡生まれ、福岡育ちになるんですよ。その弟だけで。そう、憧れのメンバーで松岡花ちゃんって書いちゃうの可愛すぎた。いや本当にそれ、なんか松岡花さんのことを花さんってすっごい書いたつもりで言ったんですよ。でもお家帰って見返したら、え、ちゃんになってる、どうしようと思って、で他のロキセはちゃんさんで書いてて、やばいやばいやばい、どうしようってなって、事務所行った時に、もうすいません、本当にすいませんっつって、本当にさんって書いたつもりだったんですけど、ちゃんって書いちゃってました、本当にすいませんって言って、でも、あ、大丈夫だよって言ってくださって、あ、もう本当にすいません、ありがとうございます、本当にすいませんって感じでだったの。そう、本当にね、さんって書いさんって書いたと思ったんやけどな。そう、ちょっとお水タイム失礼します。あ、おいしい。そう、好きな色は何色ですか？好きな色は何でも好きだけど、うん、青が一番好き。青と、でもなんかね、コロコロ変わる。青はずっと好き。青と白、黒、水色、紫、ピンク、たくさん好きな色、たくさん。でも赤がちょっと苦手かもしれない。なんか血の色だからちょっと怖くなっちゃう、ちょっとだけね。でもだから、でも唇につけるときはさ、見るからね。でもだからといって映画とかで血が出るシーンが苦手ってわけでもないから、むしろなんか面白いって感じちゃう。面白いっていうか、なんかキャーってならない。キャーってなるのはお化けぐらいなんだよね。そう、まあ、みなちゃんの絵文字考えたんだけど、トマト、青ハート、これどうだって、めっちゃ可愛い。もうありがとうございます。みなもそれ使おうかな。トマトに青ハート、ハート、青色ないかな、なんかないかな、青色ないかな、あった、ちょっと待って、青色ありましたよ。まあ取れないか。そう、ハート、でもこっちなんかこうやってね、最近やってこう顔隠して目閉じて、なんかプリクラとか友達が撮ってた、こうやって、こうやって顔をね、こうやって隠すの。
なんか写真結構撮ってるみんな。渋ちゃんってなんか部活バリバリやってたの？結構ガチの部活、運動部。そう、毎日行ってた、ちゃんとね。自主練も行ってた。そう、キーパーだったんですけど、がその同じ学年の子でみんなしかいなくて、だから先輩が引退したらもういないんですよ、2年生になった時に、みんな以外だから、あの今の1年生のうちにできるだけ強くなっとこうって思ったら、まさかのもう2年生全然部活行かないっていうね。朝練はなかったです。そんなでもブラックっていうほどブラックじゃなかった。強い、うん、強い、別にすっごい強いっていうわけでもないから。6期生で走るの一番早いん？え、どうなんだろう。6期生、6期生で一番足速いかな。でも 50m 走はすっごい得意だった。本当に得意でした。なんか 50m 走唯一その体育の時間に、体育の体力テストで何、他の平均、他の人、その学年で結構トップだったのが 50m 走と反復幅、ん？反復横跳び。握力と長座体前屈は全然できないから、そういう動く系は結構いけましたよ。運動大好き。あ、でリナのあれにしようかな。運動大好き、ダンス大好きって。そう、でも多分運動神経悪い方ではないと思うけど、親はねそんな運動神経いいってわけでもないの、親。でもおじいちゃんとかが結構運動してたから、その血だな多分。そう、めっちゃね、みんな運動会がしたくて、 HKT48 全体で、そう、みんなでかけっこがしたくて、かけっこと玉入れと綱引きと大玉転がしがすっごいしたくて、したい。6期だけででもなんか海とかねやる、桃地浜とか、なんか自分あの近いからね、劇場から桃地浜は近いから、みんなで、ね、待って、行こう海行こうって言って部活したい。部活じゃない、間違えた、運動会したい。そう、本当に運動会したいんです。楽しくないですか運動会って、なんかワクワクって感じ。騎馬戦、あ、長縄跳びしたいです。1,2,3ってこうどんどんね抜けていくじゃないですか。してみたいんだよね、あれ。渋井ちゃん、東京出身のメンバーさんたちとお話しした？東京出身のメンバーさん、あれですよね、東京出身はゆえるさんと、確かくるみさんとりのさんとなこさんですよね、多分。確か、え、違ったかな、ちょっと調べよう。え、違う、ゆえるさんもですよね多分。あと待ってくださいね。そう、調べ、なんか一時期すっごいちゃんとね調べたからね。いるかな、あ、ほら
ちょっと待ってくださいね。結構いますよね今。りのさんとくるみさんとゆえるさん、ゆえるさんとなこさんとみなじゃないですか多分。違いますかね。そんな感じ。待ってますか。よかった。あ、なんか誰か言い忘れてたらどうしようかと思ってたから、よかったん。もうそう、もうちょっとねコロナが収まったらみんなりのさんとご飯に行きたいの。でも誘えないからどうしようって思ってる。誘えない、誘い方がわからない。どうやって誘ったらいいんですかそういう時って。あのすいませんってこそこそって、それとも LINE でする。あのすいません、いついつ空いてますか。でそれでさ、なんか空いてますかって聞いて予定が入ってらっしゃったらね、ちょっと気まずいから。そう、あのご相談したいことがあって。こそ堂々と行くもんで、真正面から行く。ハロー、すいません、ご飯行きたいんですけど、ご飯行きたいです、空いてますかって。おすすめのご飯屋さん、あ、リアさん、リノさんのおすすめのご飯屋さんどこですか、まるまる一緒行きましょうってことですか。じゃあ一人じゃいけない、一人ではいけないし行く人もいないので一緒に行きましょう。いいですかそれ。いやー、でも多分言えない。とりあえずね、この間ねご飯に行ってくださったね4人でね、クリナさんと、クリナさん、ミナ、ユーナ、リノさんで、もう一回ちょっとご飯に行きたいなーって。ご飯じゃなくていいんだよね、なんか集まりたいけどこのご時世的にね多分今難しいから、難しいから難しい。そう、ダブルデート、ダブルデート。そう、みんなこの前ゆうなとね、ゆうなとあの一緒に、ゆうながりなさんに言って、みながりなさんに一斉にせーのでダブルデート行きましょうって言ったの。あの時の感情は多分一生忘れない。暑い、ここそう、多分一生忘れないと思う。本当にね、もうビビりだから多分ひよっちゃう。勇気、勇気ね、勇気ね、ないんだよ多分。ないっていうか緊張しちゃうから、あの、うん、そうなんですね。面白いことあった。どうやって、そう、夏休み中はね、そう、夏休みがあるから、そう、夏休み中は学校もないし、多分コロナで、あの外出旅行とかも多分あんま行けないから、行けるとしても多分海にちょっと行くぐらいじゃない、多分糸島とか。そう、だから予定がないんです。
ないからね、いつでも予定入れれますよって感じだよ。糸島、なんか糸島って福岡市の糸島かと思ってたんですよ、ずっと。そしたらまさかの糸島市っていう。ま、部活頑張れってウィンク、ね、ウィンクできないんかな、こうやって部活頑張れ、待ってみる、ウィンクできない、こうやって部活頑張ってね、みんなが部活行けないからその分楽しんでよ、楽しんでよ、圧かけちゃう、楽しんでよ。夏の糸島は人が多いよ、すごいよ、多いかやっぱ。じゃあ海も行けないんじゃん、ね、プールもさ、なんかみんなマスク外すからさ、あのあれだし行けないし悲しいな。暑いな本当に。メールの返信はハッシュタグしぶいちゃんメールで、そのまま今まで通りね、今まで通りで、多分よっぽどのことがないとは変わらないと思いますよ。お昼ご飯は、朝ごはんをね、すっごい遅く食べちゃったの、起きるのが遅かったから、だから多分もうちょっとしてから、まだお腹が空いてないんですよ。そうだからね、よいしょ、コロナはあと5年以内、でも5年も、みんな何歳になってんだろう、13、18歳、現役で大学行ったら大学生かですね。ちょ今何時だろう、1時ぐらいに終わりますね、1時前か1時、12時50分かどっちか、どんくまあそんぐらいかな、大体です。なんか生きてるかなとかのコメントありますけど大丈夫ですか、生きてるかなじゃなくて生きるんですよ、生きるんですよ、 OK ですか。そう、もうだって小学5年生の何月、2月ぐらいからですよね、だって広がってるの。最初だってそんな大事になると思ってなかったですもん、うん、大事になると思ってなかったから、もうびっくりしてる、すっごい、もうびっくりしてる。力強い言葉、いいことだよね、力強いって。そうでね、すごい覚えてることがあって、なんか緊急事態宣言が出るからもう学校明日からないですってなった時に、その友達がその年で転校しちゃう子がいて、そうで急にもう転校するから学校一緒に来るの最後になってみたいな、それでみんなで泣いてました、その友達泣いて。でもみんななんかそういうの泣けないから泣きたいけど泣けないから、なんでってやってました。でもさ、今の時代スマホあるからさ、会おうと思えばすぐ会えるじゃないですか、そんな遠くじゃなければ。その友達もね、そんな言うて遠くもないから1時間ぐらいで、だから
まだね。よかった。そうですよね、なんかイベントとかめっちゃなくなってましたよね。泣けない、なんか泣けるのは映画とかで感動したら主人公とかが泣いてると一緒に涙がこう出てくるの。だけど、あ、でも一回めっちゃ泣いたことがあって、小学4年生の時に本当に仲良くてめっちゃ大好きだった友達が急に引っ越すってなって、会えるっちゃ会える距離なんですよその子も。だけどなんか一回も同じクラスになったことなかったけど、めっちゃ本当に仲いい子だったから、でお泊まり会も一番したことがあって、本当に同じクラスになったことない子ですよ。それで幼稚園も違ったのに本当に仲良くて、仲良かった子が引っ越すってなって、小5一緒のクラスなろうねってギリギリまで話してたんですよ。でも交換日記してて、その時なんか秘密のことみたいなところにもしかしたら引っ越すかもみたいなあって、え引っ越しちゃうのって、やだやだ引っ越したくない、引っ越してほしくないって思ってずっと泣いてました。でも泣いてもさ、今思ったら泣いても別に引っ越すことって止まらないから、無駄に塩分を使っちゃったって思う。そう、当たり前じゃなかったからね。卒業公演のたびに泣いてる。もう卒業公演も泣いちゃいますよね、悲しいから。そうだ、さあの高知のゆいさんとかさ、松岡夏美さんとかもさ、今度卒業しちゃうじゃないですか。ミュウさんとか、やだん悲しい。卒業してほしくない。だってさ、もっとお話したいじゃないですか。お話だから1ヶ月ないけどね、それまでにねたくさんお話して仲良くなるっていう目標は勝手に自分の中に立ててるけど、うまくいかなそうだ、いかなそうだよ。悲しい。そう、でもなんか事務所でも公演がある時ぐらいしかね、会わないから、お会いできないから、そうだから、たまにしかお会いできないけど、お話もできないから、そう本当にだから、なんかお話を自分からいける子って本当にいいなと思います。そうあれなんですよ、なんか HKT48 した時に、あ、初めて知った時に、一番最初の MV が最高歌謡だったんですよ。だから花さんを一番最初に知ったんですけど、その次に知ったのが夏美さんなんですよ。そのキャプテン、そのあれホームページって公式のあれ行った時に知ったのがキャプテンだけど、なんかちょうどキャプテンになったぐらい、なった後かなんかで、そうどうだったっけな、なんかそうなんかで夏美さん知ったから、お話したいなって思うんです。もう50分、そろそろ終わろう。じゃあランキング読ませていただきます。まあ一緒、これライブの方合ってるよね。 OK 読みます。13位、パピさん。12位、お、ちょっと待ってください、このまま行きますね。13位、@台湾さん、ありがとうございます。12位、ひろたんさん、ありがとうございます。あ、待って、ちょっと待ってください。 OK OK。
11位ロメオさん、10位大きなな、大きななさん、9位ラフィハナフィさん、8位パピさん、7位ヨッキやる気な、何さんだっけ、ランさん、ヨッキ、ちょっと待ってください、ヨッキやる気ラビさんだ、そうヨッキやる気ラビさん、6位シンかっこ白眼鏡さん、5位ユイシさん、4位クジマサさん、3位モンアットマークセナグミブブさん、2位横浜の歯医者さん、アットマーク花丸隊さん、1位はブーちゃんさんです。ありがとうございました、ありがとうございました。次いつするかまだは全然わかんないけど、メールとこの配信予定みたいなやつで設定しますね。いいよ、ちょっとスクショタイムしてなかった、スクショタイムちょっとだけしよう。でも何したらいいか分かんない。バイバーイ、ありがとうございました、いい夢見てくださいね、ありがとうございました。